夢は二人でおばあちゃん雑談動画。はい、どうもお久しぶりです。鈴です。これちえさんが作ったエビ、何だったっけ、これエビフライじゃないんだっけすごい好きなんだけど、特になんかこうちえさん的には想像したのとかと違うらしい。私これめちゃめちゃ好きでグッズ化してっめっちゃ可愛くないですか出っ歯が好きらしいよ。そうなので、ちょっと雑談動画の時はちょっと置いとこうかな。これも健在だよ、ちゃんといるよ。はい、ということで今日はちょっと雑談動画なんですけど、だいぶ遅くなってしまって申し訳ないです。毎月とか毎週とか言ってたのにね、だいぶ経ちましたけど、1月2月ちょっと私の方がいろいろありまして気持ち的には落ち着いてきたので、撮ってます。ちょっと続けばいいなと思うんですけど、まあ、ちょっとあれですよね、ゲームの方をやり始めてね、マジであっちの編集が大変で全然進んでないんですけど、ハリポタも編集中です。はい、ちょっとね、映像の手ぶれがすごくって、手ぶれ機能がついてなかったのかな、撮影した時に。結構使えない動画が多くって、ちょっとつなげたりとか切ったりとかいう作業が結構多いので、いまだに編集中なんですけど頑張ります。はいはい、ということで今日はちょっとダラダラと、まあ近況報告を私がしていく感じです。ごめんね、一瞬撮れなくて撮るときはいろいろとなんかちょっと考えて撮りたいと思います。はい、まあダラダラと喋るんですけど、一応喋ることは決めてきていて、3月の14日にディズニーパルパル行ってきました。人がすごかったじゃないですか。だからうーんと思ってたんですけど、ミニちゃん好きだけど、なんか、見れないんでしょどうせっていう気持ちがあったんだけど、平日休み取れたから2人でちょっと行ってきたんですが、まあ、平日でもものすごい人で、朝は一応始発で一応行ったんだけど、もう始発どころじゃないみたいな感じでしたねまあでもギリギリ、その私は城の前、みんなが見たい城の前とかじゃなくて、2人でグーフィー好きだからグーフィーが見れるところだったので、まあ、それでもあれか、結構埋まってましたね。朝一で行って並んで入って、それでまあ1列目はではあったけど、まあそれでもって感じでしたね、人が。ただなんかその、私座ってるとか地蔵っていうんですけど、そのディズニーで正月人たちが朝から座ってることを地蔵、お地蔵さんみたいだからだと思うけど地蔵っていうんだけど、そう、地蔵してる間ね、それすごい嫌だったんだけど、年取ったからかな、その座ってる時間が長くても別にいいやっていう気持ちが出たあれも見たいこれも見たいとかってあったんだけど、それがなくなったのかな。まあそれにしても結構やっぱりね、こう食べ物メインにやっぱり今日のスケジュールって考えてたからっていうのもあったかもしれないし、平日なのにものすごい人で、そのショーの人だけじゃなくてアトラクションの人もものすごかったんですよ。だから午前中とか昼間とかって多分もう全然見れないと思った。その 1,2 時間並ばないとこれ乗れないっていうのばっかだったりしたから、座ってるのと変わんなくないっていう気持ちだったのかな、なのでまあその期間もののご飯とかを、まあ、片方出て買いに行って食べたりとかしてたかな。パルパル自体はね、ちょっと位置外しちゃってはいたけど、でもまあそれなりに楽しめました。踊ってるの見れたし、みんな見れたし、みんな通るんですよね、一応そのパレードルートを、こう場所によるのかな、でも私のところはとりあえずある程度みんな見れたので結構満足してます。近いしね、すごい。まあまあパルパルが人気な理由は分かりましたね。近い、久々にあんな近いショーだなって思いましたね。やっぱり近いといいな、いいけどやはりこうなるかって感じの人でしたね。まあキャラオタとしては近いのはやっぱ嬉しいと思いました、本当に。で夜はまあ平日だったからっていうのもあったのかな、ルアウが当日に撮れて、ルアウ
チーさん初めてだったみたいなので、ハワイアンなあのショーレストランなんですけど、そこで2人でご飯食べて帰りました。夜ショーレスはね、ルアウは何かお祝いするんですよ。みんなでそれぞれのテーブルに何のお祝いしますかっていう風に聞いてくれるんですね。で、初めてのルアウをお祝いしたいと思いますって言って、いろんな誕生日だったりとか記念日だったりとかっていうお祝いがあるんだけど、その中で私たちはルアウ、初めてのルアウっていうのをお祝いして、それもまたいいよね。ルアウのいいとこだと思います。なのでカップルで来た方はぜひルアウを予約してもらって、誕生日プレゼントとか、何々さんの誕生日なのでとか、二人のお付き合い記念日なのでとかって言ってもらったらお祝いしてもらえる。名前は出さない、大人は名前出さないです。テーブルの名前も言わないから、何々のお祝いの方がいますっていうのは言います。はい。でその中で50周年何年かちょっと忘れちゃったんだけど、ご夫婦がいて、おじいちゃんおばあちゃん、何周年の記念日ですって来てて、すごいわいいなと思いましたね。おじいちゃんおばあちゃんでもこうやってね、ルアウで来てお祝いできるのって幸せそうだなと思ってね、いいよね。私たちも2人のおばあちゃんをねお祝いしなきゃいけないね。ルアウ行きたいな。そうなったら年取ったらでもルアウ行きたいかもしれない。やっぱかなりおすす、本当におすすめ。ルアウは雰囲気がハワイアンでめちゃめちゃ好きだし、キャラクターも全部ねテーブル回るんですよ。ただご飯が本当に食べる時間が難しい、配分ものすごい難しいです。食べる時間ちょっとあれ20分ぐらい取ってんのかな。だけどショーが始まっちゃうとその間に食べなきゃいけなくて、ショーが終わると本当にもうすぐ出なきゃいけないからご飯食べるのが結構早足な賞レースですね。で見終わった後に、2人でまた沖縄行きたいねって話をすごいしてましたね。沖縄ごめんね、全然上げてないいや本当にファイル数が膨大すぎて手が出せてないんだけど、沖縄2回行ってるんだけど、いや沖縄ほんとまた行きたい。今年の夏行けたらいいなって言ってたけど、夏高いのよね。では割引とかが別に今ないからなあ。でも沖縄マジで行きたいです本当に沖縄好き。台風とかで実際住むと曇りが多くて大変とかって聞きますけどね。まあでも旅行者としてはものすごくいい場所でした。もう旅行行くなら沖縄がいいってぐらい沖縄好き。っていう感じ で最近の話ちょっと ぶった切ってごめんね。台本通りにしか喋れないけど私がゲーム実況をやってまして、前も言ったんだけど宣伝じゃないよ、まあ宣伝にもなるか。ゲーム実況やってて、で金曜日にちいさんも一緒にちょっと付き合ってもらって撮ってるんですけど付き合ってもらってとか、まあ、やるよって言ってくれるからやって一緒に撮るんだけど、まあ、この動画もそうなんですけど、まあ、基本的になんか結構私がやり始めて、でうわ伸びないへこむってなって、誰見てくれないやってるのにみたいな感じになった時にだいたいそうなる。この動画もこのチャンネルもそうなんだけど、本当に見てもらえなかったから、そのマジでへこんでて、なんで伸びないのかなとか、何がダメなのかなみたいなのものすごい言うんですよ。でそしたらまあちいさんこうしたらとか、一緒に撮ろうかっつって一緒に撮ってくれるんですけどね。なんかもう助けられてますね。とか最終的にちいさんが入ってうまくいってることが大体多いんですけど、そこに結構難癖つけるのが私ですね申し訳ないね。まあ、こんな感じで今もやれてますけどそうずっとなんか出さないままだったりとか、こうチラチラ動画出したり出さなかったりっていうチャンネルなんですけど、気づいたら本当に3桁いっててマジでね、もう続けてんのが本当に小さなおかげっていうか、何回か本当にねチャンネル消そうと思ってたんですよ。もう全然だってできてないじゃんとか、こんなん作ってもみたいなのがあったんですけど、続けられているのは小さが消さなくていいんじゃないって言ってくれたからです、マジで。まあそんな感じで今に至るんですけども、はい、ありがとうございます。
なんかやりたいねって思ってるんだけど、そのセクマイとして何をするかっていうのがやっぱ出てこなくて、そのなんかこう大ピラにセクシュアルマイノリティで何々活動してますっていうチャンネルでもないのでね。でも最近はそのこういう方法でその悩みをあれしてましたみたいなのとかは出せるようになってて、小さな方法とか、まあ、あとあれだよな、好きなもの特集とかって話するって言ってたらそれは撮ってないもんね。そういうのやりますかね。2人の方がいいんだよな絶対。なんか企画は考えてみようかなとは思ってます。記念ね。最近ちいさんがね、ジャムとコンペイとパパっていう、これ TikTok なんだけど、このさ、チューってしてっていう、あのインクがチューってしてって言うんだけど、これの真似すごいするんですよなんかチューってしてチューチューチューって言うんだけど、これめっちゃ言ってくんのこういうなんかおじさんと喋らせるやつなんだけど、これチューチューってしてっていうのをすんごい真似するんですよ。朝とかなんかあったらこれ言ってる気がする最近は。でも結構ね、ちいさんがあの動物系のショートをねすごい見るんですよ。私全然あの動物系見ないから、その中にいたのかな。でこれがものすごい気に入ったらしくて、でそれからずっとねこれをねあの真似するようになってます、ちいさんがYouTube の履歴とか結構インコになったらもう永遠にこのインコだもんなそう、動物系のやつ、猫とかカメとかなんか結構知ってると思うよ、じいさんいっぱい。ただ猫ミームは知らなかったですね。はい、猫ミームハマってからはなんか歌うようになった猫真似うまいんだよ、いろんな真似をするようになりましたね自分がやってって言ったらやってくれそうだね。はい、ということで今日はこんな感じで雑談を終わろうと思います。編集頑張ってますって毎回言ってますけど、いつ上がるんだって話ですが、まあ気長に待っていただけたらなと思います。次ハリポタですあのディズニーのパルパル動画は撮ってないので、11月のディズニーがまだ編集してないかな。結構ディズニーは残ってる編集がと思います。であとはまあまだ予定旅行とか全然行ってないのでないけど、また撮れたらいいなと思いますが、結構私生活メインにやってるところがあるので、